ロシア占領下のクレミンナに、ウクライナ国旗が掲げられたという未確認情報。かなり停滞していた北部戦線も、ここに来てやっと前進が見られたようですね。これはいい情報やで。動画作成開始時点ではまだ、クレミンナの市街地を解放するまでには至っていないようだが、どうもクレミンナにウクライナ軍が突入したという情報は確かなようだ。補足情報として、クレミンナにいたロシア軍が地元住民からの略奪を開始したということが、SNS 上の投稿で明らかになっている。これは以前、ウクライナ軍による解放が起きた直前に見られたロシア軍の行動と合致しているんだ。このあたりからも、どうもロシア軍が撤退している可能性が高そうな情報だった。撤退する前の最後の悪あがきとしての、略奪という可能性ですね。ここまでに書いたような悪人ムーブ。もはや何の違和感もないんよな。12月28日、29日の各報道を確認するとロシア軍だけでなくロシアの民間人もクレミンナからの撤退を開始し、ロシア当局も同地域の戦況が緊迫していると認めている旨の報告が続いている。そしてウクライナ側も公式にクレミンナを奪還したと発表していることはないが、その日が近いとの報告は上がっている感じだな。詳細は未だ不明で、ロシア軍もまだクレミンナ周辺地域で抵抗を続けているとの報告もあるとはいえ、少なくとも当地域の主導権がウクライナ軍に移ったのはほぼ間違いなさそうだ。両軍の戦いが激化している地域では被害報告も含めて、そう簡単に戦況を確定するのも難しいのかしらね。それでもやっぱり、ここ最近ロシア軍の撤退という報告がひたすら続いているという印象は拭いきれませんね。ロシア軍がクレミンナから離れることの意義や、それに応じたウクライナ軍の今後の動きについて、ウクライナ側もいろいろほのめかしたりしている以上、今後さらに反攻作戦が活性化すると思った方が良さそうだな。時期はともかく、ウクライナ軍にとってはもはやクレミンナ奪還は既定路線って雰囲気になっているのね。確定情報はまだ待つとして、クレミンナを中心として戦況が動いたことで今後どうなるか注目というところだ。ということで今回は、ロシア補給路断絶、要衝クレミンナからダットのごとく大逃走と題し、クレミンナの状況についてお伝えしていこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等があれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。まずクレミンナについての解説から始めよう。クレミンナという場所は、実はロシア軍にとって非常に重要な場所だったんだ。というのも、この地はちょうどスバトボという町とセベロドネツクを結ぶ高速道路上にある町だからだ。その二つの重要地を守る上でも、大きく兵站の意味でも大事ということかしらね。うむ、クレミンナはスバトボ、セベロドネツクの防衛線にとっての要衝に他ならない。さてここで、2022年9月に開始されたウクライナ軍による大攻勢を思い返そう。数ヶ月前のウクライナ軍は、スバトボの西にあるバラクレヤ奪還から快進撃が始まり、その後イジュームやクビャンスクの奪還へと繋がった。そのままオスキル川を越えてウクライナ軍は進撃を続けたわけだが、一方のロシア軍は撤退しながら、このスバトボ、クレミンナ、ルビージュネを繋ぐ幹線道路の西側に防衛陣を展開していた。その後、2ヶ月間にわたってこの戦線で戦闘が繰り広げられていたんだ。ロシア軍にとってはウクライナの大反攻作戦を食い止めてきた、まさしく最前線だったというわけね。では、なぜここにロシア軍が防衛線を展開したのかという話だが、それはもちろんこの幹線道路が重要だからだ。ここはスバトボからクレミンナ、ルビージュネと抜けてそのまま南まで進むことのできる道であり、この道はウクライナ東部や南部で戦う、ロシア軍にとっての重要な補給路と言えるんだ。だからロシア軍としては、絶対にこの防御線は突破されたくなかったはずだ。ふむ、こう見るとスバトボには北のロシア国境側から物資が送られている感じよね。戦線の維持のためにもお互いに譲れない補給線の一つだったと。その結果として、この幹線道路では激しい攻防が繰り広げられていたわけだな。ウクライナ軍がこの防御線の一部を切り裂いたと思えば、直ちにロシア軍が反撃してその穴を塞ぎに来るなど、一進一退の攻防が続いていたんだ。しかも、それゆえにこの防御線には、多くのロシア兵が投入されていることも判明していた。例えばキーウ侵攻で敗退し、ハルキウ大攻勢でも敗退したロシア軍の精鋭空挺部隊や戦車部隊の残りが、スバトボやクレミンナで守備していることが確認されている。だが、もちろんこれらの部隊は、すでに精鋭としての能力は喪失していた。そのためこの穴埋めをする形で、大量の動員兵がスバトボに送り込まれていたことも確認されていたんだ。
スバトボに送り込まれた兵士たちは、そのままスバトボ、ルビージュネ間の最前線に展開され、押し寄せるウクライナ軍に対峙する必要があったというわけだ。敗北して撤退してきたまま戦い続ける兵士もだけど、準備も不十分でそんな最前線に放り込まれた動員兵は、一体どのような気持ちだったのかしらね。ロシア軍の兵士たちの苦しい状況や低い士気に関する報告をこれまでたくさん聞いてきたから、そのあたりはどうしても気になってしまうところだわ。だからこそロシア軍の不利が続いているのだろうな。さてそんなロシア軍が守るクレミンナだが、現地の報告や有志の情報をたどると、クレミンナ市街地の南側から、ウクライナ軍の攻撃にあったことがわかっている。このクレミンナ南部は森林地帯になっているようだな。しかし、クレミンナの市街地にまで侵攻してきたのは市街地南側の部隊ではなく、北の高速道路や西の森林地帯から接近した部隊だったということだ。あらら。これはまさか、またもやロシア軍はやらかしたんですかね。ハルキウ大攻勢の時も確か、核陣地を小分けに包囲されてどんどん落とされていたような記憶。ロシア軍はクレミンナの南部と西部の森林地帯の間にある、主要道路周りに防御陣を構築し、ウクライナ軍の攻撃を防いでいたようだ。だがウクライナ軍はそこを馬鹿正直に正面突破するようなことはなく、森林地帯など、ロシア軍の目につきにくいところから襲いかかっているようだな。この点はまさに、ハルキウ大攻勢の時とほとんど同じような状況を再現したみたいに思えるわけだ。すなわち、ロシア軍は主要道路沿いに強力な防御網を築くのだが、その合間をウクライナ軍が突破し、拠点ごとに包囲殲滅された結果として、あのハルキウ大攻勢に繋がったわけだ。この点はロシア軍が過去の経験を全く活かしていなかったのか、あるいはウクライナ軍が裏の裏をかいて、見事に進撃を成功させたのかは不明だが、いずれにせよ似たような構図であることには変わりなさそうだ。ロシア軍は側面スカスカの塹壕でも物議を醸していたわけだし、過去の経験に学んでいないに一票ですね私は。しかも、戦略上の構図が似ていただけではない。クレミンナの地元住民が、ロシア兵が手に入るものを全て略奪し始めていると不満を漏らしているのも、まさにヘルソンの市街地から様々なものを略奪して撤退していった、ロシア兵の様子と一致するんだぜ。もはや世論や国際情勢お構いなしで敵地の戦場からは略奪してなんぼ、という旧世代的な軍事行動の数々は、ロシア軍にとっては相変わらずのようだ。ガチで古代の戦争の話を聞いてる印象なんよな。本当に現代の軍隊なんですのこれ？前線の兵士はもう略奪でもしないと死ぬとか？嫌だったら降伏してくれていいんやで。それこそまさに、前線の兵士たちの士気に関する問題が露呈した結果と言えるのかもしれないな。ともかくこのように、ロシア軍にとって重要地域であり守りを固めていたクレミンナは、まだ未確定ではあるが、ウクライナ軍によって奪還される可能性が極めて高くなりつつあるという状況だ。まだ続いているとされているロシア軍の抵抗も、本格的なものなのか、それとも時間稼ぎなのかもわからない。さて、それではもしこのクレミンナが完全に落とされた場合、ロシア軍にはどのような影響があるのだろうか、次にその点を確認してみよう。クレミンナが落とされることになれば、ロシア軍は北部からの兵站を失うことになるわけだが、その際に最も甚大な影響を受けるのはクレミンナのすぐ南東、セベロドネツクやリシチャンスクだろう。これらの地域は6月頃に両軍の間で、取った取られたの激戦が繰り広げられた場所としても知られている。そして特にセベロドネツクもまた、ルハンシクにおけるロシア軍にとっての要衝に他ならない。数ヶ月前の激戦地だったということは、その被害が大きそうだし拠点としても相当消耗してそうだけど、そこも奪われたら兵站がさらに壊滅的被害を受けるわけね。それに、これだけ敗戦が続くロシア軍としては何としてもこれ以上進まれたくはないでしょうね。だからこそ、クレミンナがなおさら肝要だったわけだ。というのも、セベロドネツクとリシチャンスクの間にはドネツ川が流れていて、リシチャンスク側からセベロドネツクを攻めるには、どうしても川を越える必要があるので大変だった。だが、クレミンナ、ルビージュネと進んでいけば、川の向こう側のセベロドネツクを、北側から攻撃することができるようになる。川を越える必要がない。こうなるとリシチャンスク、セベロドネツク間にいるロシア軍は川の両岸にあるこれらの町を、北からの攻撃と南側からの攻撃、両方から防がなければいけないことになるわけだ。これはまた大変骨が折れそうな状況になる。しかも防衛網に穴がありまくりと評判になってきたロシア軍ですからなおさらねー。さらに問題は、クレミンナの南側だけではない。
こうなるともちろんクレミンナ北側のスバトボも危なくなってくる。すでにスバトボ付近でも激戦が続けられており、このままクレミンナの部隊が東に撤退を開始するとあらば、スバトボのロシア軍も孤立する可能性が大きくなってきそうなんだ。その結果、東部戦線への補給路としての価値を断たれるとなると、戦略的な意味合いも半減するだろうし、こう考えるとスバトボのロシア軍も、撤退するという選択を取ってもおかしくはなさそうだ。クレミンナとスバトボが落ちることとなれば、もはやルハンシクへのウクライナ軍の反撃は決定的になる。それほど、今回のクレミンナのような平坦の要衝をめぐる戦いの影響は大きい。ここ数ヶ月の報告を聞く限り、ウクライナ軍はロシア軍からの抵抗や嫌がらせに耐えつつ、重要拠点や兵站上の要衝をしっかり奪還し続けて、その度にロシア軍が撤退をしているという印象よね。もちろん各地で激戦が続いているという報告も、未だ絶えないわけだけど、今回のクレミンナ方面の動向に関しても、ロシア軍は大量に動員兵を投入しているという話だし、決して消耗したままほぼ無抵抗で撤退したわけではないからな。詳細はまだ不明だが、12月30日時点の報告ではまだ、クレミンナ周辺のロシア軍の抵抗は続いているようだ。場所が場所だけに、その抵抗が単なる時間稼ぎだとはどうも考えにくいな。たとえ完全にクレミンナがウクライナ軍によって奪還されても、付近の要所に激戦地が移り戦いは続きそうだ。だがいずれにせよクレミンナの陥落は北部ルハンシク州の戦線全体に大きな影響を及ぼす可能性が極めて高い。その後のウクライナ軍の動きによっては、ロシア軍の防衛線全体が崩壊するかもしれない。果たしてウクライナ軍はどこまで押し込めるだろうか、注目だな。もはや戦況報告でロシア軍側の重要地名が出てくるたびに、次にいつ奪還されるか待つようになってる感じだけど、だがそれを逆に言えばどれだけウクライナ軍が攻め込み、ロシア軍が撤退をしたとの報告があっても、ロシア軍はひたすら抵抗を続け、いつまでも戦争が終わらないということでもあるのが悩ましいところだな。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていくので、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。